どうも皆さんこんにちは、のってんです。あわわ、はい、今回ですね、じゃじゃーん、のりと放射だけでシェービングフォームスライムを作れるのか実験してみようと思います。シュワシュワシュワー。まあ、正確にはシェービングフォームスライムっていうよりはシェービングフォームスライムみたいなあわあわシュワシュワスライムのことだね。なんかね、スライムを作ってる時に前から思ってたんだけど、こののり混ぜてる時にちょっとだけ泡立つんだよね。だから今までにないぐらいめちゃめちゃたくさん混ぜたらシェービングフォームスライムみたいのができるんじゃないかなって思ったんで、今回やってみようと思います。さあ、材料2つだけで無事にふわもくスライムは出来上がるのか、早速やってみましょう。よし、じゃあ早速ね、海苔をボウルの中に入れていきます。あ、でそうそう、この液体海苔か洗濯海苔で迷ったんだけど、多分ね、液体海苔の方がドロッとしてて泡出しそうだなと思ったんで、今回は液体海苔使っていこうと思います。さあ、果たしてこれが吉と出るか凶と出るか。吉と出てほしいな。くそ。で、これがね、ふわもこスライムになるとしたらすごい量多くなると思うんで、ちょっと控えめにしとこうかな。うん、このぐらーい。よし、オッケー。で、ここから泡立てていくんだけど、普通のスプーンとかでやったらなかなか泡立たないと思うんだよね。だから今回こんなものを準備しました。チロッチロッ、みんなこれ見える？何かわかる？チロッチロッチロッ、じゃじゃーん、泡立て器。これがあればね、いつも以上に泡立つんじゃないかなと思って。どう？いいんじゃない？よし、待った。多分このままだと見にくいと思うから、着色料入れていきます。色があった方が分かりやすいからね。よし、そしたら混ぜていきます。ゴー、じゃじゃん。うわー、すごいねっとりしてる。なんかスプーンよりいっぱい棒があることによって、このねっとりの圧をね、いつも以上に感じる。うわー、すごい、海苔ってこんなにねとっとしてんだね。あ、見て、ほら、わかるかな。そうこうしてるうちにさ、ちょっとほら泡っぽい感じになってない？すごい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 。ほら、これちょっと根気出したらいける気がする。本気で根気出す。根気根気。ちょっと待って、すごいことに気がついた。これさ、こうやって泡立て器だけ動かすのもいいけど、このボール、これもね、動かしたら2倍の速さで混ぜれる気がする。ほら、すごい混ざってそうじゃない？この作戦、大成功。おお。疲れる、疲れる。すごい、ねるねるねるねみたいになってきた。もうね、混ぜる音も泡感すごいよ、もっこもこ。すごくない？お菓子作り中。おお。ねるねるねるねだ。これマジ、これマジ、ねるねるねるね、これ、ねるねるねるね、すげえ。ダメだ、だいぶ疲れる。大仏、ちょっと待って、みんな文明の利器使っていい？これ、電動泡立て器。あ、ちょっと待って、これ顔映る、顔映るかな。おー、映ってる映ってる。おー、カメ、カメ、カメの、カメ。おお、これ使ったらさ、めっちゃ早く泡出しそうじゃない？いきます、せーの。うわ、楽、すごい。うお、もったり。すごい、混ぜてなかったところと明らかに色が違う。これちょっとマックスでいくわ。みんなごめん、うるさいと思うから音消すね。いきます、せーの。いいんじゃない？うわ、すっごい。見て、もうシェービングフォームそのもの、のりがシェービングフォームに変わってる。マジック。よし、じゃあちょっとついてるのを軽く取って、あれで、これね、隙間に入ってるの気になっちゃうね。隙間、隙間クリーム。はい、ということでこんな感じになりました。もうさ、のりだけとは思えないよね。やば。うわ、じゃあね、ここに放射を入れて固めていきます。このままね、泡を保ちて固まってくれたら嬉しい。よし、いきます。ウォー、ちょっと様子見てね。ほっほっ。あ、いいじゃない、いいんじゃない。すごい、固まってきてる。うわ、これちょっと泡消えそうだな。早めにやっちゃった方がいいかも。早めに、もう泡が消える前にそのままの形で保ってもらう作戦。うわ、すごいすごい。
なんか見た目結構シェービングフォームっぽいじゃん。でもこの混ぜてる混ぜ心地はね、シェービングフォームよりもしっかりしてるの。結構存在感があるというか、ちゃんとここの物体を混ぜてますって感じ。見た目は近いけどさ、触り心地はちょっと違うのかも。もうちょいかな。あ、でもこの混ぜてる音はシェービングフォームスライムにそっくり。もこもこ感出てる。いや、これ大成功するんじゃない？よし、じゃあこんな感じで混ぜていきまーす。はい、だいぶ剥がれてきました。もうね、粘着がすごい。うわー。ということで、ひっついて離れ、ひっついて離れ、ほー。残ってる。じゃじゃーん、こんな感じになりました。もうね、見た目は本当にシェービングフォームスライム。すっごいモコモコしてる。さあ、果たして触り心地はどんな感じなのか。じゃあ、触ってみまーす。せーの。なにこれ。なんかね、このファーストタッチの瞬間、それはね、もう完全にシェービングフォームスライム。ほら、ふわもこなんだけど、ほら見て、わかるかな。すっごいね、粘着力が高い。ほら、ぺったんぺったんみたいな。なにこれ。なんかね、もう本当に濃厚なシェービングフォームスライムって感じ。不思議だね。ほら、なんかシェービングフォーム特有のツヤ感みたいのも出てる。糊と放射だけで作ったとは思えないスライムなんだけど。うわ、これは大発見をしてしまったかもしれない。音もね、いい感じだよ。うん、ふわもこもちもち、最高だね。ということで、糊と放射だけでシェービングフォームスライム大成功でした。イエーイ。せっかくなんで最後、お試しタイムやってみようと思います。結構ね、シェービングフォーム感あると思うよ。お楽しみに。それでは、おトイチタイムスタート。ということで、いかがでしたでしょうか。もうね、想像以上にシェービングフォーム感のあるスライムができて、めちゃめちゃびっくりしました。このモコモコ感とかめっちゃ似てた。強いて言うなら、シェービングフォームよりもずっしり濃厚な泡スライムって感じかな。それもまた気持ちいいね。すごい、最高のスライムできた。シェービングフォームがお家にないけど、泡々のスライム作りたいって子は、ぜひ試してみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。伸びもすごい。